それではちょっとだけ蓋オープン。ちょっと見てみたい。見てこれ。はい、おはようございます。ただいま7時48分、気温16度。だいぶ下がったね、気温が。寒かったわ。うん、よし、天気はまっぱれ、晴れました。今日は楽しい一日になりそうです。夜中ずっと雨降ってたもんな。はいはい、ここはいはい、それでは一日始まるよ。寒っ、長袖着たわ、さすがに。火も何も起こってないから、薪割りからしないと火は使えない。ついた。よし、美しい彩り工房。今日はもう簡単に朝はウインナー焼いて食べたいと思います。あとじっくりコトコト濃厚クラムチャウダー、これ美味しいねあと何、あと卵焼きでもしようかなと思います。いいね。こうやって固定できるものがあればいいのよな。ちょっと不便。ないわけがないよね。はい、それでは沸いてきましたので、沸いたろうな。おお、沸いてる。よし、よいしょ。おお、いい感じ。おお、うん、もうちょっとかな。大シェルカップやから。よし、ちょっと多かったな。あ、こんなもん。おいしそう。温まる。これでだいぶ火が出てきましたね。よいしょ、ほら、よいしょ。青空、ちょっと雲かかってるけど、ではちょっと山ん中行って薪拾いしていきたいと思います。まあ、枝拾いやね、薪とは言えんけど。昨日雨やったからな、どんな感じやろな。さっき収穫してきましたあんまりなかったな。もうちょっと上の方行きゃあったかもしれへんねんけど、ガサハラ中入っていかなかったからな。スリッパじゃちょっと無理でしょ。はい、だこれ潰していきます。
しい。木くずだらけになるけど。荒削りはできました。おお、転がるだいぶ丸くなったよね。あとヤスリがけしていきたいと思います。菜箸ねこれぐらいの菜箸あったらすごく楽かなと思って一応作ってみました。うん、さっきもだいぶ細くしたし、こんな感じかな。削っていきます。フェザースティック作らなくてもフェザーが山ほどできた削るだけで面白いねそれでは耐水の320番、これしか持ってきてないですね。これでちょっと磨いてみます。だいぶ違うよね。綺麗くなった。よし。こっちもやっていこう。ほんまに丸橋になったぞ。めっちゃ綺麗。どまっすぐ。ほら。綺麗な橋ができました。綺麗なお箸ができました。こんな感じ。完成です。いや、いいんじゃない？巻き箸割り箸じゃなくて巻き箸。できた。こんな感じ十分やと思うけど、ささくれだってありますわ。楽しかった。よし、すぐ燃えた、一発着火素晴らしい、さすがやね。シューって水が蒸発していってます。これで置き火を作れば、さあご飯炊こう。もう何時やろ今。よいしょ。ん？見えへん。こんなもん？わからん。11時58分。12時やね。日向は32度になってるけど、多分気候的にはそんなにないと思う。日向で、日の光だけが当たってたからそうなっただけで。たまらんね、この音。これ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 たまらんね、ジューって。はい、そしたらお昼ご飯はペペロンチーノ作っていきたいと思います。パスタは1人前だけ持ってきたので、茹でてペペロンチーノ作っていきます。鷹の爪
レヒートの下の で作っていきたいと思います。よっ、もうちょい、こんなもんかな。そしたら茹で汁をちょっと欲しいんだよね。よいしょ、茹で汁をちょいともらって、よいしょ、こんなもん、これぐらいあったら十分でいい感じかね。ただ豆乳、よいしょ、で絡むように、よし、塩コショウ、おお、食べるね、一気にね。はい、できましたので、パセリで仕上げて完成と。美味しそうやん、2枚もいいし。よいしょ、おい、できました、食べるぞ。よいしょ、絶対美味しいんだから。よいしょ、おお、うまそう。うん、美味しくないわけがないよね。うん、辛っ。ちょっと塩コショウ欲しいな。はい、完食、全部食べました。ごちそうでした。あー、お腹いっぱいや。あー、めっちゃ食べた。のたれ死んだ。完全に。いいよ。のだれてはるわ。疲れたからね、さすがに。えらいつきようやな。水、お水、ちょっとごめんね、邪魔や。うん、多分こんなもん。よし、これで炊いていきますわ。よいしょ、そしたら炊けるまでしばしお待ちを。湯を保つ、湯を持つ焼きを作っていきたいと思います。島町かな、丸町かな。よいしょ、これが美味しいんだよね。ご飯の方がだいぶ拭いてまいりました。醤油、醤油、醤油で、みりん、みりんと、お砂糖忘れた。
だからグラニュー糖でいきます。どんな味するのかな、美味しいやろな多分。ご飯が炊けたと思うので蒸らしてる間に作っていきたいと思います。よし、火力十分。安定せえ。よし、これぐらい見てみたい。見てこれ。さあ、そろそろもつ煮込みができたので、揚げてから、ちょっと待てよ。これ、生ジャムね。どこ行った？これか。ジャンのタレ。今日はジャンにしました。よいしょ。と、お肉。もつ煮込みができたので揚げて、黒船で焼いていきたいと思います。ご飯の蓋がオープン、蓋オープンな、ほら綺麗に炊けたでしょ、間違いないでしょ、美味しそう。さあ食べていきたいと思います。よいしょ。おお、美味しそうじゃん。今日はジャンのタレにしたから、生ジャンで。さ、もつがうまいわ。すごい甘みがある。途中経過。今日は本当に特別サービス、特別やで。この3枚のお肉を一頭ずつ煮上げたいと思います。油だけよく落としといてね。ご褒美、何のご褒美か知らんけど食べた。ごちそうさまでした。あーもう入らんぞ、よかったや。ほいじゃあ、まあここから行こうか。ここええもんやろ。お座りして。お座りは。で、こっち。はい。いいもんやろ。はい。はい。おいしい。おいしそうだね。よかったね。終わり。座って。もうないねんけど。ちゃうねん。入らへんねん。ミシュ、でかいねんお前。行くよ。待て。待てよ。待て。はい、もうないよ。一枚しかないんだから。美味しかったろ。え、おはようございます。おお、見えへん。ただいま6時41分。気温12度ぐらいまで下がりましたね。寒っ。むっちゃ寒い。半袖でおったらやっぱ寒いな。寝袋はコンフォート0度まで持ってきてるから、だいぶあったかかった。気持ちよかった。さあ、10時撤収やから3時間見越して、7時から。撤収作業していきたいと思います。それでは帰るぞ。もう
雨降ってるからシートが全然乾かへん。だいぶ片付いてきましたよ。では積み込みの方をしていきたいと思います。撤収完了です。いや、今8時頃かな。うん。ちょっと早めにもう帰りだと思います。朝シシャモ焼いて食べようと思ったんですけどね、もう片付けて帰ります。疲れました。んで、YouTube の登録者が1万人超えたということで、皆様ありがとうございます。これからも頑張ってキャンプしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では帰ります。お疲れ様でした。はい、お疲れ様。